南米を相手に希望を見せた男子サッカー韓国代表がヨーロッパへの苦手意識も克服した。韓国は14日、イヤマ・モンジュサッカー競技場で行われたセルビアとの強化試合で、クジャチョルの同点ゴールにより11で引き分けた。セルビアのムラデン・クルスタイッチ監督は試合後、早いテンポの試合だったが、全体的には満足だ。一部、 新メンバーを投入し、最終予選を戦った主軸メンバーと共に組織力を高める機会だったとしながら、肯定的な試合だった。W 杯本大会を準備する上で、役立つ内容だったと思うと評価した。続けて、私たちが韓国より体力的に優れているというが、韓国もそれに対応していた。 大きな差は感じなかったとし、終始一抜きしてテンポが速く、積極的に多く走るしかなかったと韓国のスピードに苦戦したとする内容を伝えた。最後に村デンクルスタイッチ監督は、韓国の選手たちが皆、積極的だったのが印象に残る。兄も準備がよくできていて組織力で動いていたとしながら、 いいチームの雰囲気を維持し、賢く試合を準備すれば本大会でもいい結果を出せるだろうと助言した。